どうも、デコボトチャンネル、マッツです。マリです。今日の動画ですね、はい、40代からでも1億円以上の資産を作るおすすめの資産運用方法になります。おー、すごい。はい、でこのチャンネルでは投資の解説ですとか実際に投資をしてみるといった、動画を公開しておりますので、興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の40代からでも、億超えの資産を作るという話なんですけども、うん、この億超えを達成するためにですね、はい、具体的にどのような投資をしたらいいのかですね、これのおすすめの投資方法を3つを解説していきます。はい、1つずつこれから解説していくんですけども、うん、その1つ目ですね、それがこのチャンネルでは何回も言っている積み立て投資になります。やっぱりそこは土台なんですね。はい、まあ結局はですね、実際コツコツと長期的に運用していって、40代の方でも、まあ、例えば65歳が定年の場合は、まあ20数年間運用することができますので、うん、遅くはないっていう話ですね。じゃあ具体的に、40歳からですね、まあ、今回25歳までっていうこの25年間、積み立て投資をするとどうなるのかっていうのを、実際にシミュレーションで見ていきたいと思います。はい、で今回使うシミュレーションサイトですね、これが楽天証券が提供している積み立て簡単シミュレーションというものになります。はい、うん、で皆さんも無料で使えますので、ぜひですね、ちょっとこう数字を実際に検証してみたいという方はですね、ご自身で検索してみてください。40代になるとですね、うん、まあ、ある程度こう役職が上がったりですとか、あとはまあ昇給したりっていう形で少しですね、こう投資に回せるお金っていうのが増えると思います。うん、今回は5万円で計算をしていきたいと思います。はい、で実際にじゃあ何に対して積み立て投資するんですかっていうのは、これはこのチャンネル何回も言っている S&P500 というものに投資をしていきます。はい、でこの S&P500 の過去の運用成績がだいたい 9.5% で、実際にじゃあ 9.5% なのかっていう根拠を知りたい方はですね、概要欄にですね、その根拠を示した動画も貼っておきますので、そちらの方、気になる方はご覧ください。じゃあ実際にシミュレーション表を見ていきますね。まず5万円を25年間、40歳から65歳まで積み立て投資として運用し、それが 9.5% で運用されるとどうなのかですね、うん、これを計算します。はい、そうするとですね、うん、実際に運用していって増えたお金も足してみると合計で6095万円というような金額になります。でこれは厳密に言うとですね、税金のことをまだ加味してないので、うん、本当はそちらまで見た方がいいんですけども、うん、まあ、今回はねちょっとざっくりとした計算になりますけども、税金を加味しないで1億円を目指すような方法についてお話していきますので、はいはい、とりあえず一旦これで6000万円以上の資産は作れるということになります。うんうん、もう6割達成ですね。はい、これ6割達成ですね。でこれが1つ目なんですけども、2つ目、これは40代になってですね、役職が上がるですとか給料が上がるっていうことになると、今度ですね、皆さんよくマイホームを買うと思うんですよね。うんうん、でその時ってやはり自分の信用を使ってローンを組んでマイホームを買います。はい、このお金を借りるっていう行為はマイホームだけじゃなくてですね、うん、もちろん東証不動産を買うためにローンを組むこともできます。なのである程度こう企業がしっかりしてるですとか、勤続年数が長いですとか、給料がそこそこありますっていう方はですね、そもそもの東証不動産っていうのが検討できるかもしれません。で、不動産投資をやっていくとどうなるかっていうのが今回2つ目のポイントになります。質問があるんですけど、はい、例えばマイホームをすでに持っていて、うん、そこでローンを組んでいますっていう人でも投資用不動産って購入することできるんですか？はい、もしマイホームを買っていて、うん、もうローンをすでに組んでますって方はですね、うん、その場合は純粋にその人のローンの枠っていうのがマイホームより埋まってます。うんうん、ただ埋まってるんだけど空いてる部分で買えるんだったら買うことはもちろんできます。うん、なるほど。はい、なのでまあどちらかというとね、うん、マイホームを買ってない人の方がもちろん有利です。うん、ただしもう買っちゃってるから厳しいかなっていうの場合はそうではなくてですね、実際にまだ枠が余ってる場合チャレンジはもちろんできますので、それはその方の、まあ、さっきですね、属性っていう、まあ、条件次第になってきます。なるほど。不動産投資をしていったら、まあ、どれぐらいの資産ができるのかっていうのを、これも計算していきたいと思います。はい、まあ、例えばですね、まあ、不動産投資っていろいろな種類があるんですけども、まあ、今回は東京の、まあ、マンション一部屋を買って、まあ、それをコツコツとこうローンを返済していくっていう、まあ、オーソドックスで、まあ、安定性のある不動産投資で計算をしていきます。で例えば東京でさっき言ったマンション一部屋っていうと、まあ、もちろん築年数が
低い、まあ、新築から、まあ、築20年以内ぐらいの築浅と呼ばれる物件をですね、購入するケースが、まあ、割と多いんですけども、うん、まあ、この時の金額っていうのは、まあ、物件にももちろんですけども、まあ、いい場所だと大体3000万円ぐらいはしますと、うん、つまりは3000万円のローンを組んで、3000万円の物件を買っていくっていうことをするんですけども、まあ、この時にじゃあ実際にですねどれぐらいローンをですね毎月返さなくちゃいけないのかっていうのはこちら見ていきます。はい、3000万円のローンを借りますと、うん、でボーナスで何パーセント返しますってことは今回ありません。大体ですね都心のマンションを投資ローンを組むときって大体まあ 1.65% かなの金利で借りられます。基本的には35年ローンってこれフルローンって言いますけども、35年間返していくと。でこちらで計算をしていきます。そうするとここにですね月額の返済額っていうのが出てますけども、うん、これが純粋に毎月ローンを返済しなくちゃいけないっていう金額なんですけど、それが 94,075 円ですね、うんうん、なので、まあ、毎月 94,075 円返さなくちゃいけないんですけども、まあ、基本的にはですね、不動産投資っていうのは、人に不動産を貸し出して、家賃をもらって、その家賃でローンを返済していきます。で、もちろん、物件にもよりますけども、まあ、大体3000万円の都心のいい場所の物件ですと、家賃が10万円から12万円ぐらい取れたりします。うん、なので、まあ、ローンの返済金額以上に家賃がまず入ってきます。うん、ただし、マンションの場合は、修繕積立金とか管理費っていうような諸費用、もかかりますので、まあ、そういったのをもろもろ加味すると、まあ、基本的には家賃をもらってでローンを返済していくんですけども、まあ、例えば不動産投資だってとですね節税ができますので、うん、節税で戻ってきたお金っていうのをこうローンの繰り上げ返済、まあ、つまりは早めにちょっと返していくっていう風に当てたり、あとはこうボーナスが入った時に、まあ、ちょっとお金に余裕ができたからこれもちょっとローンの繰り上げ返済に当てようみたいなことをやると、まあ、大体ですねその返し方によりますけども、まあ、25年ぐらいで、うん、ローンを全て返済し終えるっていうケースが、結構あります。はい、そうすると、まあ、例えば40歳の方がローンを組んで、うん、そして65歳の25年後ですね、うん、にローンを返し終えた時に、まあ、例えば3000万円の物件がじゃあ25年後にいくらぐらいになってるかって話なんですけども、うん、悪く見積もっても半分ぐらいの1500万円以上で売れると思います。そうなんですね。つまりは25年後に不動産では1500万円の利益っていうのを出すことができます。はい、この時点で積み立て投資と不動産投資合わせると7500万円の資産を作ることができます。はい、1億円まであと少しですね。はい、3つ目ですね。この3つ目は何をしてほしいかと言いますと、これが株式投資になります。ただ株式投資って聞くと、まあ、ちょっとこうリスクがあるんじゃないかとか、だからそんなにこうお金用意できませんよっていう方もいらっしゃると思いますので、今回は100万円だけ株式投資に当てます。この株式投資100万円使って運用していくんですけども、まあ、インデックスファンドって言われるね S&P500 みたいな投資信託でも、まあ、大体年間 10% ぐらいは、うんうん、はい、増やせるわけですよ、うん、なのでこのインデックスファンドよりはやっぱ利回りはちょっと高い方がいいんですよね。うん、株式投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェットですね、うん、彼の生涯の運用リターンの平均が大体 20% ぐらいと言われてます。この 20% と何十年も続けた結果彼は、億万長者になったわけなんですけども、はい、投資の神様ですから、うん、20% 我々が続けられるかっていうと、まあ、そこもまたちょっと考え物ですね、うん、なので今回は 10% と 20% の間を取って 15%、はい、で株式投資をし、うん、これをまあ25年間続けるとどうなるかっていうのを見ていきます。はい、でこれが、野村証券のシミュレーション表ですけども、うん、はい、100万円を 15% ですね。で40歳から65歳までの25年間、これを計算していきます。そうすると今出ておりますけども、100万円が25年後には3291万円、まあ、つまりは3000万円ぐらいの資産に増えておりますと、うんうん、ということで1つ目の積み立て投資、そして2つ目の不動産投資、そして最後3つ目の株式投資を合わせると全部で1億まあ1000万いかないぐらいには増えておりますので、はい、はい、まあ、もちろん税金は加味しないといけないですけども、加味しないでいくと、まあ、1億円っていうのは、超えることができますと、うん、なので40代からでも資産運用って遅くないんですかとか、やっぱりこう1億円目指すのはまあ難しいんですかっていう方はいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、ちゃんと積み立て投資、不動産投資、そして株式投資っていうのを正しく行うことで、誰でも、まあ、比較的1億円っていうのは、目指せるような、うん、そんな数字になっております。はい、ということで、この動画参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。